三陸地方というのはですね、寒流と暖流がちょうどミートする場所で、非常に魚種もたくさんありますし、そして山から来るミネラル分が海に流れ込んで、養殖も非常に盛んでございます。海外からバイヤーの方をお呼びして漁場を見てもらい、市場も見てもらって、魚を味わって、ぜひ、ご自分の国に持ち帰っていただくというふうなことで今回企画をいたしました。It is now too fresh. Too well, very fresh. Because it's very, very fresh. It goes to some to Japanese restaurants, some to high-end French, Italian restaurants. فروغ کرنے والی کمپنی کی جانب سے 45 ڈگری کا ایک بڑا فریزر بھی متعارف کرایا گیا. اس کولڈ چین کو برقرار رکھنا, تازگی کو برقرار رکھنے اور غیر ملکی صارفین کو راغب کرنے کے لیے بہت ضروری ہے.1年からということで、やっぱ7年も続いたんですね。いや、本当に皆さんご苦労されてる期間だろうなっていう、事業者さんの思いも含めて皆さんに説明して購入していただけるような流れを作っていけれたらなとは思ってます。どのような食べ方だとかレシピっていう部分をイメージさせないと一番分かりにくいんだろうなと思いまして、海外でも使えるようなパスタですとかピザですとかいろんなカルパッチョとかイメージが湧きやすいような提案をしようと思っていますね。海外にどんどん展開していきたいなっていうのは気持ちはございます。